お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はね、こちらのババコヤロイフね、使っていこうかなと思います。なんか毎度毎度ね、形を変えて、こう、ババコヤスケラであったり、ババコヤロイフが生まれてくるんですけど、今回はちょっと高回転目なね、スケヒーシッピーが入ってる、まあ、ババコヤロイフといったところで、スケドラ11なんでね、本当はグラチャレでやりたいんですけど、ラットさんもね、格上を相手にする気持ちを理解してほしいだとか、こう言われたり、まあ最近ね、いろんな YouTuber 格上でやってるんで、まあ僕もね、まあ気持ち程度のね、本当の気持ち程度なんですけど、本当に、格上をね、やっていきたいなと思います。といったところで、やっていくんですけど、まあ皆さん知ってるかな？なんかずっと前に、てか本当1年半ぐらい前にこんな感じのデッキがあったんですけど、その時はね、スケコウモリだったんですよ。で、この、なんだ？なんかの枠。スケコウモリで、スヒースピの枠がコウモリで、あと、ロイフグの枠がコジョババですね。だからその方の、なんか、ババコヤ高回転ロイフグみたいな、コジョババか。が流行ってた時期があったんですよね。そう、クララリーグがあった時に、結構使われてたり、みたいなのがあったんですけど、まあ、覚えてる人多分少ないよなと思いつつね、今日はね、これね、やっていくんですけども、いや、ヒースピー回復しないのか、今。スケドラ、今上がって回復してたら、あちあちだったくないですか？というわけで、まあ、防衛してカウンターされただけで、一本ね、タワーをまず追っていきます。スケヒースピーがね、いいですね。まあ、なんですけど、対空がマスケとスケドラだけなので、まあ、ラバルとか、こうラバルファイボとかですね、相手にすると結構きつい気がしますが、まあ、ジャイとかゴレとか、まあ言ったらそういう陸系には非常にね、強いですね。なんかババコヤって、なんかめっちゃ強い印象ないじゃないですか。ですけど、なんか結構環境を巡り巡って、こうババコヤスケラとか、なんかババコヤロイフグってなんか当たり前になんか存在するイメージがあって、なんかね、皆さんが思ってる以上にババコヤはなんか強い印象がありますね。僕的には。なんか弱いカードって思われてる気がしますね。耐える。いや、でかいですね。ここの耐えはめちゃくちゃでかい。なんならこのカウンターでロイフグつければ、相手は苦しい説がありますね。なんかスケドラ11、結構痛いんですよ。マジで。なんか思ってる以上に軽く出なくて、まあ、辛いですね。ですが、まあ、なんとか耐えれてます。で、ジャイクルか。なんかすごいデッキだな、相手も。なんかバルーンつけられたらどうにもできないですね、僕としては。で、これヒレスピでちょっと回復したいですね。回復したいんですけど、HP がね、脆い。マジで。で、これ、あー、オッケー。マスケがね、ファイボで耐えるんで、ファイボザップ打たれないのが救いですね。で、あんなら今ファイボと被ったら美味しいぐらいのロイフクで攻めて、さあさあさあ、これはね、いい感じか？やべえ、フルカウント来る。まあ、ババコヤで耐えるんですけど、いや、これ耐えれねえな。耐えれるかな？無理だな。多分耐えれないんですけど、この後のバルーンですね。バルーン飛ばされると終わります。が、飛んでこない。救い。さあ、ヒルスピを使い？いや、いいですね。なんかヒルスピって言っちゃいますね。僕ちょっと前までヒースピって言ってたんですけど、謎に、ここ最近の動画でヒルスピっていう、いや、ほんと謎なんですけどね。まあ、言い方がいいね、なっちゃってますけど、まあ、そういうこともね、ありますよね、といった感じで、まあ、まず、一生美味しいですね。まあ、陸がね、単純に相性いい気がしますね。はい。もう、ババコヤで全部守れるのと、スケとヒースピがあるんで、陸系としてはすごい十分かな、と言った部分ですかね。まあ、昔は、なんか、ライドラ、マスケとか、ホバリングマスケでしたね。ここの対空の枠が。なので、スケドラの枠とか、ワンチャンスケドラのレベルないやって方は、正直、ライドラとか、ホバリングとか、まあそういったカードでもいいと思いますね。てか、なんなら、今俺スケドラ11だし、なんかこのスケドラの枠、普通にホバリングとかね、ライドラでいい説が結構ありますよね。まあライドラだと、結構ラバに対して気持ち強くなったりだとか、あとスパーキーとかにもすごいね、戦いやすくなる印象があります。ホバだと、まあ、ちょっと個性が出るとかですかね。相手は気持ちコカッちゃんの香りがします。いや、わかんない。いや、ババコヤしょっぱなから低めに置いたら怖いですね。なんか、相手が枯渇だったんで、まだね、救いですね、と。で、タルーマって、まあ、マスケとかスケドラも、こう、枯渇側からしたら、別にね、簡単に処理できるカードもないと思うので、まあまあまあ、これはね、勝ちたいところではありますね。スケドラ、プラスのロイフク系がね、でかいですね。さあ。
タルババね、しっかり当てていきます。そしてまあマスケケツから裂いたらロケットさすがに削られてる側に撃たれると思うので、まあケツからはあんま出さないようにして、出すなら削られてない逆サイドですね。でこういうとこでロイフ飛ばしたい部分もありますが、インフェかな。一回インフェとナイトもギャングも裂いたので、あ、ナイトが回ったか。あ、待ってめっちゃいい。あー惜しい、惜しいですね。でどうする、来るかな。さあここはタルとスケとね、スケドラでいい感じに耐えていきます。まあ、なんですけどあそこのマスケットが若干厄介なのと、このねスケドラがちょっと厄介ですね。でワンチャン延命されるかなと思いつつ祈ること祈ってますね。まあ、延命しないでと祈りつつね。いやプリンちゃん厄介ですね。なんか相手のプリンのタイミングが結構嫌らしいですね、さっきから。マスケドラからの。これあれですね。一回ロイグ飛ばしちゃって、この後のスケで防衛します。コストがね、コストをこうなんかうまくね、使っていきます。スケが活躍すればないんでね。なんですけど、思ったよりロイグ入んないですね。あとは8枚プリンとかかな、警戒。定位置。で、どうしようかな。まあ、バボカイ置いちゃいますか。バボカイはちょっと厄介そうですけどね。相手どうなんだろう。バボカイ置いて、こっからですね。で、マスケは左に裂くとロケット打たれるので、僕が裂くなら左で、あとは小物で回して、バレル来た時用に、タルババ回します。さあ、で、あとは一回プリンが多分出てくる、後ろか。あのプリンと、元のプリンにポイズンしたいですね。いやー削り切れるかな。ロケ削りがそろそろ始まってもおかしくないよねーっていう気がしますね。よいしょ。いやいてー、これよくねえな。でも俺の回転今めっちゃ速くしたから、ワンチャンこのロイグにインフェが間に合わない。さあポイズン削りからの、うわ相手も速えな回転。枯渇って回転速いんですよねマジ。いやーうめえなーからのこっちですね、インフェ全然通んねえ。言うてこれギャングがどっかに来る。ここだ、来た。ワンチャン、え、ワンチャン、いやワンチャンが、ワンチャンが光っているぞ、あるぞ。これ5個スローイグ説あるな。5個スローイグして、いやスケドラお前弱いんだってさっきから。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっとあるよね。うわー、これロケットで終わりますね。ワイのスケドラ、なんか、ほんと活躍しないっすね。ギャング？おい。いや、ヒルスピお前飛ばんのかい。ヤマンちゃん？うーい。お？え？え？あいつロケット外してないよね。あ、ロケウッドで、今ウッドが間に合わなかったんですね。危なすぎー。今日ちょっとね。あれロットいつもよりテンション低くないとか思われちゃうかもしれないんですけど、寝起きなんですよね。単純に。ごめんなさい。単純に寝起きなんで、いつもほどね、はいではなく薬やってるような感じでもないんですけど、まあ、やってないんですけどね。なんかたまに、ラット薬やってねとかコメントでもらえますけど、至って正常ですからね。ただ、深夜に動画撮ってて、元気なだけですからね。はい、これがね普通の僕ですねただただクララをやってるね普通の僕になってるんですけども、まあそれもねたまにはねいいですよねと言ったところで、さあプリンスベビ プリンスベビーっていうデッキは僕知らないんですよね。あ、スケが遅れた。プリンスベビーなんてデッキあるかな。いやめっちゃ攻めちゃおう、こうやって。ん、あ待って、ヒルスピー、あーお前そっち行っちゃったか。メガナイト、メガナイトベビドラ、メガナイトベビドラなんてデッキ知らないんですよね。いやなんか、いや見たことないですね。メガナイトプリンス、いやスケドラ頑張って、もうちょっと、もうちょっと、これねレベル13だったらねこの2体出さなくてよかったですね。なんだこれ、てかワンチャン読みザップパーンとか来たらすげえ怖いですね。なので直当てします。ちょっと怖いんでね。でタルババも一応使って、メガナイトプリンスベビーコウモリでしたね。主軸がもうなんかありそうな気がするんですけど、どうでしょうか。あ、穂がありましたね、そういえば。
メガナイトホグの、プリンスくんね。さなので僕としてはロイフグをこう飛ばしまくっちゃうと、メガナイトで踏まれて結構ね美味しくフルカウンター来ちゃうので、まあ、僕としては、まあ、ロイフグ結構高回転なのでこのデッキは、まあ、回すんですけど、まあ、1周目のロイフグを捨てて2周目を通すようにするか、それとも相手がメガナイト咲いてくるまでロイフグを飛ばさないっていうパターンもありますね。なんで2パターン攻めれるんですけど、僕は後の方のね、相手がメガナイト出すまで一回待とうかなと思います。これ一回逆サイホグが来てもおかしくないですね。さあこう待つとやっぱ相手もこうプリンスの前とかね、なんかそういうのをメガナイトとかつけたくやっぱなるもんなんですね、普通はね。そうなのでそこでつけたところを僕はここでロイフグ飛ばしたいですね。そして相手はホグも使ってるので絶対そんなコストがあるわけでもないので、まあ、ウッドからのコウモリとか、ウッドも使ったのか、うい、さあさあさあ、でコウモリが、これこのカウンターがちょっと痛いですね僕としては。ホグが来んのかどうかですが、低めマスケからのスケでね全部受けれる。でこれはもうちょっとウッド系怖いので、ウッド使ったな、でも記憶力が記憶力が乏しいっすね。ちょっとまあまあまあ一回ね防衛からこのホグは釣れますね。で左サイドを防衛したいので左サイドにスケドラ出して節約ですね。節約スケドラ、いやなんならこれヒルスピで、ヒルスピで回復して、でここでメガナイト行くとあれなんですよね、マジ踏まれるだけなので一回行かないですね。一回行かずに、うわやべえ最悪そのねケツメガナイトはめっちゃ嫌らしいですね。このマスクが良くなかったな。さあここはまあ防衛しますね。で5が多分ないと思うんですけど、5あったら結構終わりますね僕。うん、でまあ正直右側行ってもいいレベルなんですけど、いや待って、なんならマスクお前勝てるんじゃね。うん、いやしちゃったか、言うて意外と勝てそう。あでもケツメガだったんで2周目回りますねこれ、やったな。はい、ドサン。まあまあまあ、言うて、耐えれてます。非常に耐えれてます。そして、ババコヤをホグ警戒してね、高めに置きつつ、一回低めですな。1500ね、耐えたいですね、僕としては。で、ここで僕はもうロイフグ回るんで、てか、もうちょっとロイフグの回転上げてもいいですね。ロイフグからのスケヒースピータルババ、なんかみたいな感じで、めっちゃ高回転で行ってもいい気がしますね。あともう削りに行きます。あ、でもあれだ、逆サイホグを止めないといけないので、僕としては。ババコヤ置いて、OK、ババコヤ置いてたら、相手の攻めはマジで通んないんですよ。OK、ここ大事ですね。最後、ババコヤ置いてなかったらワンチャン持っていかれそうでしたが、まだね、妹って勝ちと。った感じですね。いや、防衛力がね、マジでいかないですね。なんで、こういうジャイとか、メガナイトとか、まあ、陸に対しては、マジでね、負けないですね。ほぼほぼ。ほぼほぼ負けないと思います。まあでも、だからこそ逆に空がね、大変っていうのありますね。普通にバルーンとか、まあ、ラバルとか、通勤に当たっちゃうとちょっと怖いかなっていうのがありますけど、陸にはしっかりババコヤを立てるっていうのが大事ですね。なんかロイフグで攻めたいところもあるんですけど、一回相手がジャイとかゴールとか出してきたら、一回こうメガナイトからとか、一回後ろこうマスケットから展開して防衛から入るっていうのが結構大事になってきますね。相手が何か出した時に基本的に受けからですね、このデッキは特に小屋系はね、受けからのカウンター、まあ小屋を貯めれるとさらにいいんですけども、まあそんな感じで意識してもらえると、いいかなと思います。というわけでちょっと待ちます。受けから行きたいんでね。で後半だったらさっきできなかったんだけど、ロイフグスケヒースピのもう2枚でロイフグが回るんですね。ロイフグスケヒースピ、まあスケドラタルババとかでロイフグちゃちゃっと回るので、そこでなんかロイフグ2周目ね、こう結構攻めれるとうまいかもしれないですね。だからそこの回転を意識するっていうのも大事になってきます。相手諦めたかな、寝てんのかな。ああ来ましたね、ペッカタンです。ペッカタン、最近なんか丸々しか勝たんってすごい流行ってますね。全然僕知らないんですけど、あれなんなんですかねなんかよく見ますね。丸々しか勝たん、ロイフグしか勝たん的な、ちょっと可愛らしいですね。わあ、まあこうポイズンなんでね、たまにてか、なんか昔はファイボの印象がありましたが、さあポイズンなことによって助かった。あーこれまあいいや。さあ耐える、なんならいや、なんならいて、待って、うん
やった。一発許します。一発、え、やば。疑惑すぎでしょ。いや、フリーズしてまで守ってくるんですよね。これ4コス使ってくれたらちょっとコスト厳しそう。うん、余裕であるね。いや、待って、やばくない？ペッカー。ペッカーでしょ？ペッカ、ファルチェ。もう覚えてねえよ、すごかったから。ペッカ、ファルチェ、スケラの、何がいたっけ、君。ペッカ、ファルチェ、スケラのロケットでしょ？なんだと。いや、なんか、すごかったな。すごかったことしか覚えてない。ペッカ、ファルチェ、スケラロケット。なんだ？これどうしようかな。まあ、スケドラ出してもファルチェで焼かれるだけなんで、まあ、スケから展開していきますで。あ、フリーズだ。フリーズがあって、ここ一回飛ばしますね。飛ばして、ちょっと相手の出方を見たいなと。矢の雨。いや、すげえスペランナー。いや、なんかすげえんだ、本当に。いろいろすげえ。これちょっと気持ちつけて延命したい。まあ結局やられちゃうんですけど、この気持ち延命が大事になってきます。あ、ロケットか。うわ、ちょっとなんかめんどくせえな。そのデッキ。なんだ？めっちゃスペラ悪くない？ペッカファルチェ。てか、ペッカロケットスケラでしょ？矢の雨取るね。ん？フリーズ？え、すげえ、ちょっと待って、本当にわかんない。ごめん。本当にわかんない、君のデッキ。教えて。結構やばい。これ、ボーポイするでしょ？で、いや、マジでわかんない。なんだこれ。数えた方がいいかな、ちょっと。いや、すげえな。なんか、本当にすげえとしか言えねえんだよね、さっきから。いや、あのね、ファルチがマジでね、うっとうしつね、ファルチが。ペッカ、ファルチ、スケラ、フリーズ、ロケット、矢の雨、取るね。もう一枚なんかあった。いや、わかんねえ。あのファルチ、どっか行け。よし。スケドラ、無双。でも僕のスケドラはインドに焼かれる。さあ、ここチャンスですね。なんならロケ防衛されるぐらい。さあ、行きます。ちち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 ち。右側削ります。左でもよかったかな。まあいいや。いや、いいトレネすんだよな。なんか、ちょっとうまいっすね。何のデッキかマジでヘンテコリンなんですけど、ちょっとうまいですね。そして、僕としてはマジでファルチが世界一厄介ですね。本当に。うわ、しかもマスケネロケってくる、こうファルチ来ますね。まあ、こんないい。なんなら？なんなら？いやー、なんか押したんだ、防衛してくるな。やべ。いや、でも、いや、でもいけるな。やるぞ、あるぞ。マジである。マジで正直あると思う。で、これ勝てない理由がないと思うんだけど、俺としては。なんで負けそうなのか聞きたいもん、本当に。めっちゃ苦しそう。待って、やべ、俺も苦しい。やべ。え、やべ、終わる終わる終わる。待って待って、やべ。え、終わる終わる。え、やば。ちょっと待って。いや、勝てそうだったけどな。ちょっと上手くなかったですか、これ。ちょっと待って、デッキ見ていい？もう一枚ね、知りたいんだけど。インドラか。やば。これに負けたな、俺。ちょっと待って、なんか、ちょっと悔しいですね。もう一回やりたいな。いやー、まあでもちょっと今ね。こんな感じでおります。やばくないこれ。使ってみようかな、この動画で。ね。スペルだって5枚ですよ、これ。回るのかな？なんかフリーズがちょっとオシャレでしたね、と。めった感じで、このね、ロイグバブカーすごい今強いらしいんで、皆さんもぜひ使ってみてください。というわけで、おります。お疲れちゃんでした。チャンネル登録、高評価、コメントのもよろしくお願いします。では、バイバイ。